日本共産党平塚市議会議員団を代表して質問します。1、湘南海岸公園流浄悪化ゾーン整備管理運営事業について、括弧1、実施協定締結期限の再延期に関する考え方、現在工事着手するための実施協定の締結期限を当初予定していた令和3年12月28日から令和4年6月30日に延期しています。理由は潮・風の調査や既存樹林をさらに保全する検討等を行うということでした。今回の再延期は2カ所予定していた公園出入り口の一つ西側出入り口が安全性円滑性の面で道路管理者から理解が得られないということが分かり、当初のプランを断念し公園出入り口を東側出入り口一つだけとし、駐車場も東側駐車場だけに集約すると市は判断しました。それに伴い施設配置を一部見直す必要があることから、関係機関や事業者との協議を進める上で最高でも1年半かかるということから、工事着手するための実施協定の締結期限を令和6年3月29日にさらに延期したということです。市の説明によると、昨年1年かけて公園出入り口の件で県の道路管理者と協議をしてきたが理解は得られなかった。それを今年の6月までにさらに延期して協議をすれば理解が得られると考えたという、延期を決断した大きな原因は何だったのか以下伺います。1、県の道路管理者の指摘に対し、市はどのようにすればクリアできると考えていたのか。2、事業者が決定してから当初計画していた実施協定締結日までちょうど1年9ヶ月かかっています。今回改めて1年9ヶ月かけて見直すとしていますが、その期間にどのようなことを行うのか、事業内容について伺います。市はこれから当初プランのコンセプトや計画の考えを継承しつつ施設の見直しを行うといいます。 ① 当初のプランのコンセプトや考え方とは具体的に何か伺います。 ② 東側に駐車場を集約するため形状、台数を検討するとしていますが、現状の120台の積算根拠は何か、今度の見直しでその積算根拠は変わるのか伺います。3、建物の面積は990平方メートルとのことでした。現在、公園内に設置する施設全体の面積、大規模小小売店舗立地法に関わる面積はそれぞれ何平方メートルか、今回の見直しでそれぞれの面積をどのよう面積はどのようになるのか、見直しが行われる部分はどこか伺います。括弧に施設配置の見直しの方向性、4つの見直しが示されました。その1つ目に、2カ所計画していた駐車場は東駐車場1カ所に集約するとありますが、2つ目の既存樹林のさらなる保全等を図るとどういう整合性を図るのか伺います。市長は今回の見直しの方向性の中で既存樹林のさらなる保全を掲げています。しかしその後の記者会見で当初より同等以上には確保したいと述べられました。ここから国
ここからは既存樹林のさらなる保全に対する市長の本気度が見えてきません。現状では既存樹林は 38.3% としていますが、住民の要望に対し市長が求めているさらなる保全とはどのくらいまで残したいとお考えか、同等でもよしというお考えか伺います。三つ目に、飛砂防備機能の確保、潮風調査の結果を踏まえた対応を挙げています。具体的に何をどうするのか伺います。括弧3、5月30日に樹林帯の保全を求める市民団体や竜城ヶ丘周辺の4つの自治会から樹林帯を切らないでくださいという署名が7544筆市長に提出されました。さらに地域自治会や市民団体からの意見書も手渡されたと聞いています。その1、その意見書の内容とはどんなものだったか伺います。2、その意見書に対し市長はどのように考えているのか伺います。3、子どもを含めた多くの市民が海岸の住環境を守るために海岸に松を植えようという県の計画に賛同して、この海岸に樹林を植えてきました。こうして何十年もかけて育ててきた樹林を市長の判断で伐採することに対し、市民の多くが先人の教えを無にしてはならないという強い思いを持っています。市長の見解を伺います。都市整備部長。10番石田雄二議員のご質問にお答えします。1、湘南海岸公園竜城ヶ丘ゾーン整備管理運営事業について大きく3点のご質問です。まず1、実施協定締結期限の再延期に関する考え方について6点のご質問がありました。1点目の道路管理者の指摘に対しどのようにすればクリアできると考えていたかについてです。関係機関協議を進める中で令和3年度に入り、4月に交通管理者から、6月に道路管理者からそれぞれ意見が出されました。協議などによる管理者の意見を踏まえ、西駐車場の安全対策として案内標識等による出入り口の注意喚起や誘導員の配置、さらに八軒通り入口交差点を改良するプランなどを検討しましたが、さらなる安全性、円滑性を見出すことは難しいと判断いたしました。次に2点目の再延期期間の1年9ヶ月に何を行うのかです。当初プランのコンセプトや計画の考え方を継承しつつ、施設配置の見直しをすることから設計の変更や見直したプランにおいて関係機関協議を改めて行ってまいります。なお1年9ヶ月の工程は見直しプランの図案を公表する際にお示しする予定です。次に3点目の当初のプランのコンセプトや考え方とは具体的に何かです。当初プランのコンセプトはビーチに面するポテンシャルを最大限に生かして、来園者が目的を持って訪れる公園や海、景観、自然、食を楽しむ海辺のある暮らしの創出などです。考え方は海、夕日方向へと導く主導線となっているビーチライフプロムナードを通し、広場などの施設を連続的に配置していることや、建物はすべて平屋にすることなどです。次に4点目の現状の駐車台数120台の積算根拠とその根拠が変わるのかです。公募前における市民対話や令和元年8月の募集要項策定時においては、市が公募条件として必要な駐車台数を設定する際に国土交通省が定める算定式を用いて120台としました。この募集要項に駐車台数については道路管理者及び交通管理者との協議によって変更することがある旨を明記しています。その後
公募を経て、プランにおける台数設定の考え方として、事業者から3つの算定式を足し合わせた算定根拠が提案されたことから、現状の駐車台数の算定根拠としています。なお、駐車台数の必要台数の算定根拠は、今後、事業者と協議し、検討していきます。次に、5点目の公園内に設置する施設全体の面積と、大規模小売店舗立地法に関わる面積と、6点目の見直しの面積と見直しする部分はどこかは関連がございますので、一括してご答弁いたします。事業者から提案された当初のプランの施設の面積は、カフェ棟やマルシェ棟などの建物の建築面積が約990平方メートルで、その他建物ではないバーベキューレストランの敷地の面積が約600平方メートルです。また、大規模小売店舗立地法にかかる面積ですが、同法では1の建物の床面積が1000平方メートルを超える建物が該当するなどとしており、事業者提案の当初のプランの施設は、平屋で建築面積が約990平方メートルであり、該当しないと考えています。なお、施設の面積などは今後プランを見直す中で検討を進めていきます。次に、括弧に施設配置の見直しの方向性について3点のご質問がありました。1点目の駐車場を東側1箇所に集約することと、既存樹木のさらなる保全などを図るとの整合性についてです。当初プランのコンセプトや計画の考え方を継承しつつ、駐車場は東駐車場1箇所に集約すること、既存樹林のさらなる保全等を図ること、飛散防備機能の確保、潮風調査の結果を踏まえた対応、新規植栽を増やすことや、一部施設の規模、位置の見直しなどを中心に、今後プランの見直しを検討していきます。次に2点目の、さらなる樹木の保全とは、どのくらいまでを残したいと考えているか、同等でもよいのかについてです。既存の樹木を残してほしいという声をこれまでいただいており、公園整備との両立は大切であることから、市長からさらなる樹木の保全の検討指示が出されています。この度の見直しでも、その考え方に基づき、数値目標は定めてはいませんが、当初のプランよりもさらに樹木を保全していきたいと考えています。次に3点目の、飛散防備機能の確保、潮風の調査を踏まえた対応は、具体的に何をするのかについてです。具体的な内容については、今後プランを見直す中で検討を進めていきます。次に、括弧3、市民から提出された意見書に対する見解について、3点のご質問をいただきました。1点目の意見書の内容とは、どのようなものだったかについてです。意見書は、流浄学プール跡地東側樹林帯に関する意見との表題で、海岸防災林には塩害の防備、飛散風害の防備等の災害防止機能に加え、津波に対して一定の被害軽減効果があるということや、伐採すると元に戻るまで時間がかかること、樹林帯には多くの生物が住み、素晴らしい景観も与えられていることなど、東側樹林帯の伐採をやめるべきとの内容でした。次に2点目の意見書に対しどのように考えているかと3点目の樹林を伐採することに対する見解については関連がございますので一括してご答弁いたします。市としては平塚の海の魅力をより高めるため引き続き市民の理解を得ながら取り組んでまいります。その上で海辺の総合公園を整備するにあたり今後プランの見直す中でさらなる樹木の保全に向けて検討を進めてまいります。以上です。流浄が丘公園整備について、2020年令和2年9月9日に平塚市の緑公園水辺課道路整備課とあと事業者と県警に行ってですね協議をしていると
ということです。市民の方が情報公開で得たその時の議事録によりますと、県警は公園出入り口が2箇所になっているが、なぜ1箇所ではダメなのか、樹林地の保護の話もあったが、駐車場を東西に細長く配置すれば1箇所で済むのではないかと言われています。翌年の4月に再び県警に行ったら、県の道路管理者と協議をするように言われ、6月に県の道路管理者にも西側の駐車場は危険だと言われています。にもかかわらず工事着工予定の間際まで1年以上協議を続けてきたが、理解が得られず、さらに半年間延長したということです。この2箇所の駐車場案で行こうとした理由は何だったのか伺います。都市整備部長。2箇所で駐車場をどうして考えてきたのかということですけれども、今回このパーク PFI 事業を進めるにあたりましては、各事業者からいろいろ意見をいただいて提案をいただきました。でその中で、選定委員会などを踏まえて、今回、現、事業者である、2箇所を駐車場にして、公園のプランを考えるという、それが選定されました。でその2箇所の駐車場をもとに、市なり事業者がですね、その後、交通関係に関する関係機関と協議を進めてきたというところでございます。以上です。石田雄二議員。この2箇所の駐車場のうちの、西側駐車場とその出入り口の西側の出入り口ですね、ここは危険だと言われていたわけですね。それでさらにその協議を重ねてやっぱりダメだったということで、その辺のことを聞きたかったんですけども、どういう理由だったんですか。都市整備部長。はい。令和3年度に入りまして、4月に、交通管理者の方と、正式に、交通協議を行い、で6月に、道路管理者の方から、出入り口の、事故等、そういった、ものの、ご意見をいただきました。その部分で、市の方としては、西側の出入り口の安全性を図るためにですね、さまざまな案を事業者と一緒にですね、考えました。そういった中で、複数案をいろいろ考えておりましたので、申し訳なかったですけど、時間がかかったというところでございます。以上です。石田雄二議員。やっぱり県の方からここの出入り口は、安全性の面で問題だということで、それに市の方はそれで納得をしたということですね。で、東側の出入り口1箇所にしたというのは、自動車の渋滞のこと、つまり、安全性じゃなくて、もう一つの、渋滞のことで、は、どういうふうな認識だったのか、ちょっと伺います。東側に移したということは、安全面では解決されたけども、渋滞の面では解決したんでしょうか。都市整備部長。東側の、1箇所にしたら、渋滞がの懸念があるのではないかというご質問です。今、市としてはですね、東側に、今まで2箇所あった駐車場を東側に集約をして、それであと、施設の見直しなどをこう図っていくというところに考えております。その中で、駐車台数も含めてですね、今、見直しプランを考えておりますので、その中で、渋滞が発生しないようにですね、検討を進めていきたいと考えております。以上です。石田雄二議員。
市とはシーサイドパーク共同事業体が作成した資料、交差線等道路改良計画というのがありますけれども、それを見ますと、5つの出入り口の案を挙げているんですけれども、それを見ると、この駐車場を2か所に分ける案だと、樹林地を多く保全できるというふうに書いてあるんですね。しかし、それでも 38.3% しか残らない、3分の2が切られてしまうんですけれども、まあ、これは 38% とか 40% にしたらいいとか、そんな問題じゃなくて、住民はもう切らないでほしいというふうに言ってるわけです。そこで確認をしたいんですけれども、この樹林帯 38.3% と言っていますけれども、この数字は B エリアだけの数字なのか、それとも B エリアだけでなく全体の数字なのか、そしてそれは既存樹林だけでなく植栽も含めた数字なのか、その辺を伺います。都市整備部長。まあ、38.3% がどのエリアを含んでいるのかというご質問です。まず、B エリアと言われる、既存のプールよりも東側の樹林地のところの B エリアの部分に関して、既存の樹林の中で、その中で、既存樹林の保全率が 38.3% であるということであります。以上です。石田裕二議員。そうすると B エリアだけの数字ということでよろしいですか。それは既存樹林帯ということでよろしいですか。はい。そのさっきの大渋滞、渋滞の問題ですけども、この一箇所にしたら、さらにこの車の出入りがですね、難しくなるというか、長時間待たせる、公園に入るのに長時間待たせられるということが多くなるんじゃないかというふうに思ってるんですけども、特に夏のシーズンなんかは、車の通行量も増えるんで、そういう懸念が多いされるんですけども、その辺どういうふうにお考えになってますか。都市整備部長。先ほどの答弁と重なる部分がありますけれども、渋滞が起きないようにですね、今見直しプランを検討して、進めていきたいと考えております。以上です。石田裕二議員。それでは公園の中に作る市道のことを質問します。上り車線、今度の東側の交差点にですね、上り車線に右折する、側帯を作るということですけれども、そうすると公園の中に市道を作らなきゃいけないというのが県警から指摘されてて、そこの市道を作るっていうのにはどういう手続きが必要なんでしょうか。県のこの土地なわけですよね。それに市道を作るというのはどういうことになるんでしょう。まちづくり政策部長。都市計画的な部分の視点でよろしいですか。流場ヶ丘ゾーンの整備に限らずですね、一般的には都市公園区域内に、例えばその、公園機能と異なる今議員さんの方でご指摘の、道路、別の、都市計画施設ですね、道路都市計画施設なんで、それを整備する場合には、その道路が公園利用者のため、公園施設を利用する目的で設置するものであれば、道路などもその機能を踏まえた上で、都市公園内に含むことができるというのが、都市計画的な視点の考え方でございます。以上でございます。石田裕二議員。ちょっとよく分かりませんが、その手続きがですね、必要だと思うんですけども、
この手続きがそう簡単にいくのかなというふうに、素人目には思うんですけども、どうなんでしょうかね、もう一度聞きますけど。まちづくり政策部長。その手続きというのは、都市計画変更という意味でよろしいですか。ということであれば、先ほどご答弁したとおりですね、都市計画公園区域内に、公園機能と異なる別の都市計画施設、都市計画施設というのはいろいろありますけれども、一つは道路ですよね。で、道路ができるということは、その公園の利用者のための道路であれば、公園施設を利用する目的で設置するものであれば、その都市公園内に含むことはできるというのが、都市計画上の考え方でございます。以上でございます。石田裕二議員。そうすると、県の専用許可というのがありますよね、工事を始める前に。それを許可を得れば、もう指導にすることは自動的にできるということですか。都市整備部長。今、都市計画法の手続きは今、まちづくり政策部長が申した形であって、具体的に、そこが、指導として、整備していく場合はですね、やはり、そこの部分は、海岸専用の手続きは必要になっていくという考えでございます。以上です。石田裕二議員。じゃあ次に市長に質問します。市長は 9.6 メートルの津波が来たら逃げるしかないんだと何度も言ってこられました。住民は 9.6 メートルの津波のために樹林帯を切らないでと言っているんではありません。30年前には強風や台風で砂や潮が飛んできて、ザラザラ、ベトベトだったのが、今では樹林帯が大きくなって本当に助かっている。樹林帯を切られたまま、切られたらまたザラザラ、ベトベトの生活になってしまうというふうに言ってるんです。日々の暮らしにとってこれは切実な問題なんです。県のホームページでも、樹林帯が なかったときは、下で134号線が通行止めになったと書かれています。40年近く経って育った樹林帯は、そこに住む人だけでなく、多くの人々を日常的に守っていることを忘れてはなりません。神奈川県が市民と一緒になって植えてきたその木によって、本当に暮らしやすくなったと喜ぶ住民の声を無視して、大型の公園を作るために市長はその場、樹林帯を切っていいんでしょうか。事業者とのわずか20年の契約のためにバッサリ切ってしまって、白砂青松の素晴らしい景観を災害や交通事故の発生場所にしていいんでしょうか。この無理な計画はやめるべきです。当初の計画も1年9ヶ月かけて実施する予定でした。今度も1年9ヶ月かけると言っています。もう振り出しに戻って最初から住民と話し合って、住民の合意を得ながら進めるべきと考えますが、ご見解を伺います。市長。何回も申し上げますけれども、この樹林帯をすべて切って、ここをこう広く原っぱにして、地域の人たちに、その風、潮の、その被害、なんですかね、害を与えるという、そういう感覚はございません。しっかりと安全対策、それも私は樹林帯を、今まで言ってきたのはですね、樹林帯を切ることによって、例えば津波対策などにおいても、それで、その地域の方が安全だというふうに思ってもらっては、それは違うだろうと、そういうお話をしてまいりました。ですから、これまでも丁寧に地域の方にもご説明を申し上げながら、今、議員さんがご指摘いただきましたけど、市民の皆さんの意見を無視してということではなくて、しっかりと見ていただければ分かりますけれども、定期的に説明会も行っておりますし、形もお示しをして、それでなおかつ安全対策もお示しした上で、この計画を進めているわけです。でなおかつ市民議会の皆様には債務負担行為でございますけれども、こういう形でこういうところにお金をかけて、こういうふうに作っておきますという、そういう方向性をしっかりと示してさせていただいておりますので、今後もですね、このコンセプトは変えずにですね、しっかりと進めてまいりたいと思います。以上です。